睡眠っていうのが学校みたいなのかな、この本に書いてあることってなんですか。代表して大丈夫ですか。ネイチャーセリップ講師の下田さくらと、日本ショートスリーパー育成協会代表理事の堀大輔です。中央にあの見慣れた本がありますけど、はい、これ僕がですね、もう6、7年前ぐらい、2016年の5月14日っていうサインがちょっとここにあるので、ってことはもうすぐ6年とかになるってことですか。そうですね、5月20日に初版なのでもう6年ですよね。まあ、このできる人は超短編、今でもですね読んでいただいてる方がすごくいらっしゃって、で実践していただいて、まあ、弊社にお問い合わせいただいたり、弊社のセミナーにご参加いただいたりっていう方がかなりまだまだ多くてですね、まあ、すごくありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しい限りで、フォレスト出版さんからもやっぱり、ベストセラーでロングセラーでっていう形でですね、あのベタ褒めいただいているという、うん、まあ、よく読んでいただいて説明会ご参加いただいたりお問い合わせいただく方っていうのは、初めはできたみたいなで元に戻っちゃったであったりとか、まあ、よくあったりするので、うん、まあ、今日はですね、まあ、せっかく、お時間いただいてますので、そういったところの説明できたらなと思ってます。眠気であったりとか、まあ、なんで戻っちゃうのかなかであってですね、うん、一応、まあ、著者ですので、まあ、誰よりも詳しくお話できるかなと。これ島田さんね、上京してきた時ぐらいに出た本だよね。そうですね、上京して、うん、まあ、2ヶ月後ぐらいですかね、うん、はい。まあ、島田さんもこの本読まれてる、はい、本だけでも大きい変化はあったかなとは、うん、はい、インパクトが大きすぎたのもあると思うんですけど、うん、初日読んだ初日に急に2時間睡眠になって、うん、まあ、パワーナップ、あの15分以内の睡眠とか行ったら、結構あの4時間とかでしたらなんか安定して継続かなっていう感じで、はい、まあ、ちょっとそれ以上短くしたいっていうのでここに来てるんですけど、冒頭というかで書いてあるんですけども、あの私は6年間1日45分以下しか睡眠とってますね、こう入っているんですよ。それから6年経ってるんですよ。この本出した時にね、まだ6年で、まあ、それこそテレビ取材とか、受けさせていただいた時も、まあ、いや堀さんそれ10年続けたら絶対何がしみたいなね批判あったんですけど、10年続けて何が起こったかというとですね、昨年11年目の時僕ベストボディジャパン出てですね、まあわりかしこう褒められる体、むしろポジティブに体は変化していって、まあ、病気とは今のところ無縁の状態と、免疫力も悪くない状態かなと、ほとんど大きな病気、小さな病気もほとんどないですね、うん、っていうのがもうずっと続けさせていただいて、責任持ってというかですね、僕も45分以下睡眠っていうのずっと続けて、まあ、今30分睡眠ぐらいですかね、まあ、よりも睡眠うまくなっているところもあるので、自分で出した本をリスペクトして毎日活動させていただいているという形です。でまあ、6年前の本なので当然ながら情報っていうのもここからあと弊社もですね、受講生の方もまあまあ4桁以上増えてることもあってですね、うんうん、情報量っていうのはすごく変わってるんですよね。でその変わってるっていうのは方向性が変わってるわけではなくて、より細かく僕たちも発見であったりとかフィードバックいただいたりとか、うん、様々あって表現できてるのかなと、売り込みたいとかそういうことではないんですけど、まあだから今僕がこの本を読んだら、あ、当時これぐらいの温度感であったり、まあ逆にこれぐらいだから馴染みやすく分かりやすいのかなとも思ったりとかですね、うん、まあよりね詳しくしていくっていうのはちょっとやっぱり深い話とかになっていって難しくなったりするところもあるので、まずは本から入っていただいて睡眠の知識というのを得ていただくって、これ全然すごくいいことだと思いますし、方向性何も変わってないので、この本も最新に近いけどね、睡眠の業界っていうのが6年間でなんか大きな発見があったかって全くないんですよ、うん、筑波大であったりとかオレキシンの発見とかっていうのがちょっとね話題になったぐらいで、なんかショートスリーパー遺伝子だっていうのもあれもまあ論文読んでいただいた方は分かると思うんですけども、遺伝子が発見されたっていう論文じゃないんで、共通する事項としてそれがあって、まあさらにそれがない人でも別に睡眠時間短い人もいたりもするのでということでですね、お伝えしたいこととしてはまだまだ十分使える本である、この本の中っていうのがまあいろいろあるわけなんですけども、睡眠の常識やひっくり返る11の真実、睡眠って結局僕が思うになんですけども、自己流になってるんですよね、ほとんどの方が。まあちょっとぜひ考えていただきたいんですけども、親以外に睡眠って習ったことありますかって僕よく質問するんですよ。多くの人がやっぱりない、まあほぼ全員というか 100% ない。なんとかスポーツとかのインストラクターをするときにちょっとだけそこで習ったみたいな方はいらっしゃいましたけど、その方も結局インスタグラムとかで僕に挨拶されて、説明会とか聞かれた後、まあ習ってたっていうのが実質習ってなかったみたいな、そういう表現も
していただいたり、はい、結局その睡眠っていうのが学校みたいなのがない、まあ、だからあの日本ショートスリーパー育成協会ってパッと聞いたらうさんくさい名前かもしれないですけども、弊社としては睡眠の学校のような形で、受講生の方に睡眠の知識であったりとかで、まあノウハウ勉強の仕方も含めて、まあ、そういったことをお伝えさせていただいてるっていう感じで、一章のお話なんですけども、結局やっぱり睡眠の常識がひっくり返るというよりも、皆さんやっぱり自己流がゆえにですね、勘違いをしてしまってる。正しい先生に習ったわけじゃなくて、それでいてなんかショートスリーパー遺伝子っていう言葉が一人歩きしちゃって、あ、自分の睡眠っていうのはこういうもんなんだって諦めてしまう。でもほとんどがお母さんお父さんからしか話聞いてないので、変な話なんですけど、スポーツがちょっと苦手なお父さんお母さんから生まれたら、じゃあスポーツはダメなのか、そうじゃないと思う。睡眠の時代別にプール習いに行ったらプールできるようになる、塾に習いに行ったら勉強だって得意になったりする、じゃあ睡眠は習いに行くのかっていうと、そういう選択肢がちょっとないっていう時に、この本ですね、教科書って言っちゃうと硬いかもしれないですけども、まずは睡眠時間であったりとか睡眠のコントロールというのは一加減持たせていただいててですね、これ住所もね見たんですけど変わってないんですよね、事務所変わってないんですよ当時から。だからずっとこの場所でいろんな経済とかも流れありましたけども、運営させていただいて、たくさんの受講生の方に支えていただきつつ、まあ今でも睡眠というので最先端というかですね、走らせていただいて、現場でずっとさせていただいているので、そういう人間が書いてる本として読んでいただけたら嬉しいなと思います。個人的にはその真実事実っていうのをバッと書いてて、多くの人がこの一章ですごく感動していただけたであったりとか、目から鱗でしたっていう表現していただくんですけども、冷静に考えたらすごく当たり前のことを書いてるかなと思いますので、まあ読んでいる間はその疑いとか当然あると思うんですよ、読み始めなんで。まあですけどちょっとですね、まあ心をフラットな状態にして見ていただけたら、僕の言わんとすることであったり本が表現していることっていうのはすごく伝わりやすいかなと思います。他の YouTuberさんとかも解説と言いますか、うん、まあありがたいね、ご紹介していただいて、はい、かなと思うんですが、うん、これが正解ではないよとか、ちょっとこうお伝えしたいこととかもしまあ、まず YouTube で僕の本を紹介していただいている方は発表するっていうことで適当なことは言えないんですね、うん、どう考えても、まあ、なのですごく何度も読んでいただいて、本の中に書いてある情報っていうのはかなり的確に表現していただいていると思います、うん、この本のなんか何分解説とかみたいな YouTube っていうのは、それは何も間違ったことはまず表現してないですし、僕としてはご紹介していただいてありがとうございます。まあそれは一つとしてですね、ただこの本の中で書いてあることを実践するときに、例えばなんですけども、どこかの大学を合格したいってなったとき、東大生の受講生の方がよくおっしゃっていただいてるんですけども、教科書だけ渡されて、参考書とかだけ渡されて、過去問だけ渡されて、じゃあこれだけのものでみんな東大合格してるから自分でやったらいいんじゃないですかみたいなふうに言われても、まあ、ほぼ合格できない、フィードバックがないんですよ結局。なのでこの本を読んでいただいて、自分はやってるつもりになってる、正しくできてるつもりになってるけども、やっぱり説明会に参加していただいて、この本でどういうことされましたかって伺ったりすると、やっぱり僕の意図とはかなりずれてしまってるっていうのがあったりします。皆さん本当にやってるつもりでこの本に書いてある通りっていつもおっしゃっていただけるんですよ。おっしゃっていただいて、それが嘘とは全く思ってないんですよね。一生懸命していただいてるんですけど、やっぱりちょっとずれてしまって、結果としてやっぱり睡眠をコントロールするという方向に至っていない、自己流になってしまって、結果としてこの本うまくできないであったりとかっていう風に流れになってしまうことはまああるかなと。僕として当時の僕がなんか不足があるようには書いてるつもりはないんですけど、本の著者の書かれている意図を全部組めるかっていうとなかなか組めない。その岡田斗司夫さんじゃないですけど、その例えばハンターハンター考察みたいなのがあって、あれですごく勉強になる。ああこういう考察で、あ、戸川先生はこういうこと言ってたんだみたいなって大いにあるんですよね、やっぱり漫画とかで。それが当然ながらこの活字の本でも多々あって、全ページねお伝えしてもいいんですけども、多分100時間以上の動画になっちゃうと思うんで、自分が取り入れるものだけ取り入れようっていう人もいるんですけども、可能であればそれはバランスが悪くなってしまうので、生活の変化とかも入っちゃうかもしれないんですけども、本に書かれているルールとかっていうのは全部が大事だから僕は書いてるつもりなので、できたら取りましょうぐらいの表現当時あったかもしれないんですけども、それだったら取らないことを最近学んでまして、例えば週休2日みたいなこう表現がこの中にあるんですけど、週休2日というのもできたら取りましょうだとどうやら取っていただけないみたいなので、これも必ず取りましょうぐらいのニュアンスで受け取っていただけたらやりやすくなるかなと。
どこかに不安ってあると思うんですよね。僕が本を実践したりサーフィンとかのね、やり方みたいな本を買って実践しててもやっぱりどこかでこれ自分に合ってるのかなとか、睡眠ってなんかね人によって違うとかって睡眠業界の方が言い訳のように使ってますけど、はい、そういうご発言がある影響でこれのやり方自分がやっても問題ないのかなって、問題ないっていうのは書いていますし、1日目2日目ってすごく納得していただけて実践もしていただけるんですけど、やっぱり人間を忘れていっちゃうのもあって、結果その1週間ぐらい経ったらやっぱり違うんじゃないかなとかって思い始めてしまう、まあ、その結果全然違う方向性に行ってしまう人も多いから、とりあえず、読んでみていただいて、今の睡眠よりも、何でしょう、レベルを上げるじゃないですけど。そうですね、タイトルがね、ちょっとできる人は超短眠という本なので、なんか短くすることが正義のように聞こえるかもしれないですけども、必ずしも短くということではなくて、睡眠というのに悩まない、寝入り、睡眠時間、起床、で覚醒中の睡眠、この4つを悩みなく活動していただくのがいいんじゃないかなと。逆だったら分かるんです。僕は本の著者のね考え方であったりとかっていうのはそんなに 100% インストールできるかって難しいので、まあ、だからこそ本の方向性というのにご同意いただけたり、いいなと思っていただいた方で、そのショートスリーパーという世界がすごく魅力的に感じていただいた方は、別に売り込みとかしないんで、別に説明会のご参加っていうのをちょっと気軽にですね、本よりも安いんでだって、ね、直接コミュニケーションできるんで、まあ、そういったところで聞いていただくとか、でもいいんじゃないかなとは思います。成功率 99%、 成功率って難しくて、睡眠時間単純に短くなったっていうだけの話なんであればほぼほぼ 100% なんですよ。受講生の方、本講座を受けられてる方って短くなっただけっていうんであればほぼ 100% に近い 99% っていう表現で何ら問題ないかなと思うんですけど、例えばそれが寝入りがいいとか寝起きがどれだけ良くなったのかっていろんな目的が受講生の方があって、その中で満足度っていうのを調査させていただいたら、まあ 89% ぐらいかな今満足度で言うと、成功って難しいんだよね。睡眠を取るっていうのも活動によって変わってしまう。そうなんですよ、活動があって活動の中の一つの選択肢が睡眠なんですよね。めちゃくちゃ重要な考え方なんですけど、じゃあ毎日の活動っていうのを全くずらさずに行動してる人なんていないわけですね、ということは睡眠もやっぱりずれてしまうところがある、結果としてその1回ずれて、今日だけだったら大丈夫かなって、人間は思いがちなんですけども、そのずれが、後々に大きなずれになっていってしまうとかっていうのもあったりするかなと、中身の対策とかは短眠を行ってない人もやるのはおすすめですか？もちろんそうですね。タイトルからするとちょっとびっくりするかもしれないんですけども、この本に書いてあることって睡眠のコントロールなんですね。別にだから短時間睡眠を目指す人だけが読む本では全くないつもりで書いてまして、これはフォレスト出版さんもそういうつもりで、だから睡眠に悩まれてる方がちょっと睡眠っていうのが、寝やすくするためにはどうしたらいいんだろうとか、起きやすくするためにはどうしたらいいんだろう、そういうノウハウとかも書いてある。睡眠のコントロールっていうのは、例えば寝入りがちょっと悪かったりするのは、寝入りが良くなった方が多分ストレスが少ないと思うんですよね。幸福度に近い。で、睡眠時間も自分が起きたい時間に起きられる。目覚まし時計が聞こえないとか、そういうのはやっぱりコントロールとしてはちょっと違うのかなと。目覚ましは別に使って全然いいと思うんですけども、必ず目覚ましのタイミングで起きることができるっていうのも重要かな。よくね、朝方まで活動してしまって、このまま寝ちゃうと寝過ごすかもしれないから徹夜するって、それでやっぱりちょっと生産的ではないと思う。起きる時間を決めてそれ通り起きる、あとは起床後すぐに活動、いつも起きるのが憂鬱だっていう人、これもやっぱりコントロールちょっとしづらい。あとは当然ながら別に何時間睡眠であったとしても日中に睡魔が出てしまう、眠気が出てしまうっていうのは喜ばしくないことだと思うので、ここら辺も睡魔が出ないように眠気が出ないようにっていう、そういった教科書的なものがこの本の中には書いてある。ずっと前でしたかね、なんか伺ったことあると思うんですけど、なんかこれ制作秘話とかってなんかあったりしたんでしたっけ？出版されるまでにかなりの分量を削って削って、もうこの締めに落とし込むためにエッセンスを凝縮したみたいな話をずっと昔にお伺いした気がするんですけど。そうですね、本って僕書いたことなかったんで、その章立てとかも分かんない状態でフォレスト出版さんにちょっと書けだけ書いてくださいっていうね、ご担当の方に言っていただいて書いたら、3倍ぐらいの量ではあったんですよ。もちろん文章下手なところあったとは思うんですけども、なんて言ったらいいのかな、辞書みたいで今度誰が読むねんみたいなね、ツッコミも受けたことがちょっとあって、で、それをかなり凝縮して、体脂肪率を落とすようなイメージですね、引き締まった内容にさせていただいてると。
3倍あった中のどうしても捨てきれない部分だけが残ってるってことなんですね。そうですね、まあ、アニメとかみたいなものでやっぱ小説版からアニメにするときっていうのはちょっと大事なところだけ時間の中に収めないといけない、そういう制約って絶対あると思いますし、やっぱり出版の中でも紙の冊数とかあの文字数とかってこう制約がありましてですね、それを全然知らずにずるずると書いてしまったのが昔あったんですけども、まあ残念ながら3分の1ぐらい。冒頭の確か文章だったと思うんですけど、これ確か数日で書かれたって話でした。あ、そうですね、このできる人は超短命、まあ、当時出版が決まって、まあ、執筆っていうのをさせていただいて、まあ、こればかりはやってたわけではないんですけど、どれぐらいで書いたんでしたっけね。2日ぐらいで書いて、まあセミナーとかもしつつ2日ぐらいで書いた気がするな。3倍の量2日なんですよね。そうですね、まあもちろんその執筆活動ブワーッとこう全部のタイピングを2日でやったよりかはもともとあったものをっていうのをちょっと載せたりもありはしたんですけども、それでも2日ぐらいで、その後構成っていうのをしていただいて4回ぐらいかな、担当の方と送って戻ってきて送って戻ってきてみたいなのを繰り返して、で全肉を削ぎ落とした形でこれが出来上がったっていう感じですかね。ショートスリーパーなら2日で本が書けるまあ全員かどうかはあれだけどねこの本を読むだけでショートスリーパーになることはどうなんですか。今の睡眠よりはちょっと短くなる可能性とか変えられる可能性は睡眠時間が、はい、それは高いんじゃないですかね。ただやっぱり忘れてきた頃1週間後2週間後とかにこの本読み直しましょうっていうのをじゃあ果たしてやっていただけるのかとか、例えば情報量の多いものとして山本由伸先生の本とか読まれて、うん、で直接ご指導いただいていると思うんですけども、やっぱり本だけ結構違いますかね。もう全く違うし、今日もちょっとなんなら山本先生の本で僕毎日のようにちょっと読んでるんですけど、はい、まあ今日読んでてアブドミナルハイっていう言葉があって、そうです、何だったっけこれって思って、ネット検索しても多分先生が作った言葉なのか出てこないんですよあれこれ何だったっけと、先生に僕ご指導いただいてその単語も聞いてる上でさらに本の中に書いてあったそれを見て何だったっけってなって、まあ言いたいこととしてはそんな形でやっぱりこう本何だったっけであったり、先生に習っていても本を読んで何だったかなって出てくるの で先生の文章を当然ものすごくもう僕とは比べ物にならないぐらい上手い文章だと思うんですけど、感じてるんですけど、それでもなぜかちょっとわからないところが全然なんていうか情報だけじゃできないって話がまずさっきあったと思うんですけど、まあ、なんか思うのはあれですよね、情報が入る入らないじゃなくてそもそもこのジャンルって情報がないの で、 そうです、ね、気づきを得るきっかけがそもそも僕らの間にないっていうのは思うところですかね、うん、そう、分かる分からないのレベルじゃなくて教科書も辞書もないジャンルなので、それに対して決定版となるような本があるっていうのは今だ市場にとても貴重なことなのかなっていう気がします。ありがとうございます。さすがカメラ、さすが早稲田、最近メルマガで呼ばれちゃったり東大の方も今目の前にいらっしゃいます。そうですね、ここで東大のご意見も聞いている。まあでもおっしゃってた通りじゃないですか、例えばですけど、まあ、プロ野球選手になる方が書かれてますって言ってなれるか、ただ別にじゃあ読む価値ないのかって言ったら、いやプロ野球選手になる方法は書かれてるわけなん で読んだら、ね、得られるものもあるし、で本当になりたいと思ったら、まあ、野球選手のところに習いに行くとコーチのところに習いに行くと、うん、っていうのでいいと思うんですよね、うんうん、実行力とかっていうよりかはそこのなんか微妙なニュアンスの違いとか重要、あそこそんな重要なんだとか大事と思ってるのが実はそんなに重要だよね、打てるコツこれだと思ったわっていう、うん、なんかそこのニュアンスの違いとかっていうのがやっぱり何事もあると思うね。東京大学から一緒です東京大学を代表して大丈夫ですか僕はそこがちょっと心配なんですけど、そうですよ、そこ心配です、うん、でも本当にきっかけが得られるのは貴重かなっていう気がします。冒頭の章でかなり睡眠 の常識に対して これはこういう理由でそうじゃないですよねっていうことが全部紹介してくれてるんで、そもそもそれをしてくれないので世の中はそれをしてもらえるっていうところからスタートして、まあ、捨てきれなかった部分、エッセンスの部分が短命について知れるっていうのはまあ貴重なのかなっていう、うん、書店に行くだけである意味手に入るので、そうですね、確かに Amazon のレビューでもう一つの本の方なんですけども、その中で、まあ、この本を手に取っているということはショートスリーパーに行くばっかやっぱり興味がある状態だと思うんですと、
っていうのであればまず買いですと。あの1400円ですね、これ定価で1400円でそれが手に入るので、あのまずその悩んでる暇はないですと。1400円っていうのを買うかどうかを迷ってレビューを見て、ああやっぱりやめておこうとかっていうのはちょっとそれは話違うんじゃないかっていう、まずこの本に行き着いてるっていう時点であの興味があるんだから、もう1400円はまず払って、絶対それはまず価値があると、それは保証しますっていうレベルの方が書いていただきました。その上でその、ね、どこまで知れるのかであったりとかっていう、ね、奥行きはあるかもしれないですけど、1400円でこの情報っていうのはありえないぐらいあるから、もう迷われてるからなら買ってまずは読んでみるっていうのは時間の無駄に絶対ならないし、投資としてすごいいい料金だと思うと一人書いていただきました。1400円で時間変えたら、そうですね、まあ、時間が変えるかは結果論だとは思うんですけど、うん、ただあのさっき早稲田代表の代表じゃない、まあ、あの早稲田の方がおっしゃっていただいたと早稲田って言い方はあるかもしれない、あのまず入り口がどれかわからないっていうのがまずあって、それが書店に行ったら手に入るっていう状態、もしくは Amazon のね Kindle とかであれば書店に行く必要もなく iPhone で読むっていう状態っていうのは、うん、そういう状態を作れたっていうのは僕としては、うん、一つ社会貢献できてたら嬉しいなと思います、ね、割とテレビ取材もたくさん あって、あのおかげさまで密着取材も受けさせていただいたりもあるんですけど、まあ、こぞってカメラマンやったりプロデューサーディレクターの方が堀さんと出会って睡眠っていうのがあの価値観が変わったと。バラエティが多かったんですけども、あの某有名なディレクターの方とかもちょっとバラエティ枠ばっかりで申し訳ないっていう、堀さんはもう少しアカデミックな枠でご紹介させていただけたら世の中的にも睡眠に悩む人って少なくできるんじゃないかなと思うんですがみたいなのを言っていただけることはあって、うん、テレビ関係の方って結構忙しい方も多くて、こう寝れないっていう中で寝なくていいんだってなるだけでも、はい、結構いいんじゃないかなと。ストレスが減るというか、まあ、それこそできる人は長短身を読んで取材申し込んでいただいて、で夜通し僕を、まあ、チェックというか数人体制で交代番号3日間とかで密着取材、もうこの事務所とかでもあったんですけども、あのサーフィン行ったりとかもついてきていただいて、で上司の方が差し入れ持っていた時にミンミンダハとか入ってたっていうそれはや僕の密着取材でずっと言ったら残業ですもんね。あ、もちろんその残業代がっていうのを今言う気はないんだけども、24時間の労働、まあつまり僕3日間の密着取材で72時間労働、他の仕事もあるだろうしその中で差し入れがミンミンダハっていうのが普通、こう別にあの今日の取材だけじゃなくて割といつもミンミンダハ差し入れくれるんですということは、やっぱテレビ局ちょっと大変なんだろうねそういった方の一助というかね、睡眠時間が短くなってるっていうので寿命を削ってるんじゃないかなとか、健康に悪いんじゃないかなってなってる方がちょっと読んでいただいて、少しだけでもね不安を取り除けるな、それ嬉しいなと思います。まあちょっとタイトルが尖っちゃってるのはちょっと商業出版というのもあって、ね、別にフォレストさんが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりあの時代としてやっぱ尖ったタイトルじゃないとちょっと目に留まらないということでちょっとできる人は超短命と、なんか、ね、さも僕ができる人かのようなちょっと書き方しちゃってるんですけど、ちょっとそういうつもりではなんかできる人はなんとかっていう本が以前にあって、それがベストセラーになったか何かで、そのオマージュというかですね本当中身読んでいただいた方はできる人は超短眠という中身じゃないじゃんと、中身はもっとこうアカデミックな睡眠の内容っていう表現をしていただいた方も多数いるので、まあ、確かに。でも僕もこの本をあの書店で買った時にやっぱり目を引きましたからね、このタイトル。 ありがとうございます。やっぱり全くその刺さらないね、あの平凡なというか、あの僕が思ったようなタイトル、ね、当時なんてつけたか忘れましたけど、本当にありきたりなタイトルで誰の目にも止まらなかったら、ね、読んでいただけない、読んでいただけないということは伝わらない、伝わらない本っていうのが販売されるよりは目を引いて読んでいただいた方が何か思うところがあって金銭に触れたり、うん、そういうのがとても価値があるかなと。あ、担当の方はそう、本当にすごいベストセラーを輩出されてる方なんで、いろいろ言ってますけど何も文句なくですね、むしろあのその担当の方と巡り合えたのはすごく嬉しいなって思ってますし、本当に諸著作でね、修正点あの3倍のところから、ね、構成かけるのも読むのまず大変だったと思うし、読むのも1日で読んでくれたんですよこの人。
あのすごい量。書棚覚えてますもん、その本が並んでた。なんとか式時間術とか、あのなん勉強する人のためのなんとかとか並んでる中で、もうできる人は超短民って、もう次元の違う回答してるんですよね、一冊だけ。その手があったかってやっぱ思っちゃいますよね、本を見るだけで。いやありがとうございます。いろんな書店、そうですね、これなんかやっぱ初めて出版した時どういう書店に置いてあるんだろう、書店巡りみたいなのもねさせていただいて、フォレスト出版さんからはあの挨拶はしないでくれって言われたんですよ。著者ですみたいな挨拶はちょっと控えてくださいみたいなのを実はちょっと言われて、ちょっと売り込みっぽくなるというか圧がかかっちゃうっていうのはなんか好ましくないみたいで、そういう行動をせずにどれぐらい売れたかっていう部数を見たいとかもあったかもしれない。まあ、ちょっとそんなこんなであの挨拶はできなかったんですけど、拝見させていただいたら、まあ、平棚っていうんですかね、なんか一番目に見えるところで並べておいていただいたりするときは感動しましたし、そのね、映像を両親に送ったりして、ね、こうピースとかしながらこう怒られました、その後。まあ、それはそうか。表には出さないんで両親に言っていただいて、影響をもらって、両親に送って。10番6釣り7釣りだったかな、実物で2万何千か、もうちょっと忘れてしまった、ごめんなさい、2万8000か2万2000か大きく違うと思うんですけど、売れ行きと、あと Kindle は実物ではないので、その配信っていうのを合わせると多分3万は超えてる部数発行されているということで、睡眠の本の中でまあいろいろとね、あの横に並べられるあの偉大な本ってあるとは思うんですけども、ノウハウ系であったりとか、ちょっと一見すると前唾かもしれないようなこの書籍で3万部っていうのはかなりフォレスト出版さんの中では好成績、売れてる本ということですね。まあ売れてはいます。僕の努力ではないです、フォレスト出版さんであったり、あの出版業界の方であったり、あの本屋さんであったり、あとは受講生の方がこれいいよって勧めていただいたりとか、受講生の方だけじゃなくて読んでいただいた方がご家族の方に推奨していただいたりとか、いろんな流れがあって結果販売部数というのがそれだけ言っていただいてるというのを、僕としてはすごく嬉しい。何釣り何釣りっていうためにちょっと両親に報告させていただいてあの響きっていう漫画があるんですけども、小説家の漫画家なんですけどね、その響きは天才なんですけど、その中で出てくるいろんな小説家の方がいらっしゃって、その中でその小説家の一人が10番になっただけでボロ泣きしてたっていうシーンがあって、2000冊吸ってたのが10番で1000冊プラスですよみたいな、私の本なんて本当にもう燃やされてるだけ、もうゴミに捨てられて燃やされてるだけかと思ってた、読んでくれてる人がいるっていうのにすごい感動してたっていうお話があって、これ脇役エピソードみたいなものでスルーしてる方って多いかもしれないですけども、あれ多分出版経験があったりとか本書いたことある人ってすごくわかる。怖いんですね、やっぱり書いたものが全く見向きもされてない、読まれてもない、結局10番ってなんなかったら結果何冊売れてるかわかんないんですよ。だから500冊かもしれないです、売れたのが5冊かもしれないです。だから10番っていうのがあった時に初めて、あ、自分の本はこれだけ読まれてたんだっていう、なんかその感動っていうのは、僕はちょっと小説作ですごくありがたいことに1週間以内に10番確か決まったんですよ。だからそれはすごく褒めていたいって、あの僕はでも小説作なんでその価値っていうのは分からなかったんですけども、ちょっと後々出版業界聞くとやっぱりね、実際の本の発行部数ってどんどん落ち込んでいってる中で、この本はそれができたっていうので担当の方がすごく喜んでいただいてたのも印象的だったな。だからね、いろいろエピソードは語れるんですけど、著者として、まあ、どこまでその YouTube ご覧の方が求められてるかっていうのが、ね、ちょっと著者がゆえに分かんないところがあってしまって、自分の中ではあ、このエピソードなんかあんま出てないって、他のね、やっぱりこの本ご紹介していただいている YouTuber の方もやっぱり僕の個人的なエピソードは絶対分かんないと思うので、まあそういったところをちょっと今日はあの重点的にお話ししたつもりなんですけど、うん、皆様がそういうのを求められてるか分かんないって、また別の本もこういうふうにちょっとお伝えいただける。そうですね、この本っていうのを出してからまた別の出版社からも声かけていただいたり、フォレスト出版さんからもちょっとあの小さいサイズの本で出さないかっていうご声いただいたり、そういったね本もちょっと、10番かかけていただいたりしたので、あのご紹介できたらとは思ってます。はい、そんな本なんで思い出がいっぱいある本ですね。まあ、この本があの今カメラ撮っていただいている方も含めて、あの東大の方も含めてですね、あのご縁をつないでいただいたっていう、この本に感謝してるのは誰よりも著者の僕かもしれないという、うん、ようなまとめですけど、じゃあ今すぐ Amazon で
そうですね、パチリしていただいて、ね、まあ、ぜひ、まあ、あのご意見とかもね、あの今募集してますので、あの何かございましたら、まあ、レビュー書いていただくのもあの嬉しいですし、星1であったとしても星5だったとしても、あの目は通させていただいてます。フィードバックとしてですね、それが今ね本講座を受けている方々にフィードバックできることもありますし、次ね何か本をもし出版社から出してくださいという時には、あのいただいたご意見っていうのはあの全てクリアできるような、形、真摯に向き合えたらと思ってますので、めんどくさいとは思いますけどね。あのもしこの本読んでいただいて、睡眠時間が短くできて、コントロールできて、ちょっと時間余ったなっていう方いらっしゃったら、書いていただけたら嬉しいなと思います。はい、って感じですかね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。僕が買った伝え書店が潰れましたけど、神谷町の、うん、スタバに置いてあったのか、これ伝え書店ですね。え、伝え書店あったんですか。トレスト出版の担当の人は、あの伝えは別系統なので、リクエストがないと置けないらしいんですよ。誰かリクエストしていただいて置いたっていう。普通にありましたよ。あ、でも潰れたんです、そこも。ああ、ちょっと書籍のミスでしたかね。書店には大量の本があるんで。そうですね。確かに。無限にある本の一つなんで。そうですね。星の数ほどありますもんね。言ってました。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。